絞り出してるところまで多分行ってない気がするんで、だからいつも言うじゃん、まあ、こっからですよ、こっから、ええ、さらに100個みたいな、あ、もうこっからさらに100個までやれりゃ素晴らしいですけど、これでもやって思ったのはめちゃめちゃアンテナ張りますね。アンテナ張りますよ、もちろん。なんかキョロキョロ周りを見てる自分がいました、この2日間。あ、そう、だから高田の場をね歩いても、あ、ええ、そういえばこういうのある。NZOはセリナベ食ったことないですか？あ、ないです、ないです。そうそう、だからセリナベっていうことも知らなかったんで。そう、我々もこっちに来て初めて知って、最近食い始めた。うん。何なんですか？その、セリって何ですか？あの、なんか、七草がゆあるじゃないですか。はいはい。あれ、セリナズナ五行箱べらのセリなんです。え、何ですか？え、あの、七草がゆって七草でしょ。はい。あの、セリ、ナズナ、五行、箱べら、スズメの子みたいな。スズメの子はいないけど、あのそこにセリっていうのがいるんですよ。はいはい。だからまあ、七草がゆのあいつかっていう、あれなんですけど。一草がゆなんですか、じゃあ。まあ、一草がゆでもないんだもん。じゃあ、中はかゆかもしれないですけど。かゆくれる人もいる。あの、だからなんか、あの葉っぱみたいな。水菜みたいな。そうですよね。健康的な、なんていうんですか。あ、そうそう。なんかね、優しいハーブみたいな。優しいハーブ、浅摘みしました。みたいな感じなんですよ、皆さん、これ。新しい路線ですね。ドクダミハブチャプーアル。懐かしい。最近聞いた。そんな感じなんでね。じゃあ、ここからね、この、自分の、あるんだけども、自分の知らない世界探しシリーズをね、これは、ちょっと継続的にやって、見つけたら、朝のね、なんか、我々の、あるでしょ、溶かすやつ。ちょっと、おえ、言葉が出てこない。おえ、なんだっけ、あれ。溶かすやつってちょっとやばいですよ、ワード。ん？溶かすやつってちょっとワードやばいですよ。なんだっけ、その、あるじゃん、緊張をほぐすやつ。クールダウンじゃなくて、なんだっけ、リラックス。え、リラックスですか、時間。セミナーとかね、必ず、フフフワフではやれって言ったら、あれが出てこない。なんとかブレイク、アイスブレイクだよ、おえおえ。アイスブレイクタイムの時にこれを見つけたんですけどみたいな感じで我々が言ってくる。なるほど。もうちょっと今アイスブレイクが出なくてちょっともう頭がブレイクしちゃってもう失礼っす。ブレイカーです。もうブレイクブレイカー。もう夢見る少女じゃいられないよもうそれは。これこれ。これはそんな感じです。こう積み重ねていくと。これでだから N 沢とね、フッフッファミリーで、その、あるけど知らない世界を体験に行ったことがあるよね。うん、なるほど。なんですか、それ。え？ N 沢が発案していきましたね。ああ。世の中にあるんだけど、我々体験してないから行こう。はい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 。なんですか？大阪のやつですね。うん、なんですか？大阪のやつですか？うん？大阪のやつですか？なんつってる？大阪。大阪？うん。ああ、新しい世界に飛び立つ方か。まあ、それはそうなんだけど、それじゃなくて、もっとみんなに言っても大丈夫なやつあるよ。そうですね。から言ってきて、何ですか？ええなと思ったんですよ。え？君が発案したのにあれ。僕が発案しましたっけ？なんで出てこない？あんなにすがすがしいもの。これ。え？ N 座だよ滝行でしょ、これ。自分で発案して、しかも言ってもすがすがしいのに、なんで飛び出しんじの方言うかね。そうですね。けしからんやつだ。けしからんってました、ちょっと。けしからんそうなんですね。ということで、まあそういう感じで、まあ今もね、ちょっと海釣りとかも出たので、なんかね、ありがちなのにやってないものは潰していきたいなという質問なんです。そうですね。ということで、まあそういうのもチャレンジ企画としてやったり。はい。まあ洞窟の中過ごすシリーズでも別にいいんですか。あ、サバゲーとか私。本当になんか3日間丸ぶっ通しで撮れるカメラあったら僕すぐ入りたいです。うん、いいですね。それは私も見てみたい、それ。うん、ということで、見つけたらこれやる、だもうこれ企画会議みたいなもんなんですよ。ああ、なるほど。アベンジャーズ企画会議みたいなもんなんで。あ、それいいね、みたいな。ただ出すだけじゃなくて、やってみようまでが工夫工夫なんでね、これ。ええ、うん、回復してるでしょ、私。ちょっと声の張りもすごい。いい感じです。そうなんですよ。ということで、まあ、ここから皆さんもね、
なんか知らない世界あるなって言ったら、我々アベンジャーズの仲間たちとね、体験しようというツアーとかも企画されたら嬉しいということで、今日はこんな感じでした。おーです。